はい、冒険家の皆さん、こんにちは。さっきですね、文字だけの、クイズを Google フォームで作って自動採点の機能もつけるというのをやりましたね。この動画ではですね、その動画、クイズに、写真と動画を埋め込むという、そういうのをやってみたいと思います。はい、ではですね、まず最初に Google フォームのサイトに行ってみたいと思います。Google フォームですね。もう Google フォームズで検索すると、こんな風にですね、いっぱい出てきますが、これ最初の一つの、これは、これは宣伝ですね、アドと書いてあるので、2番目の、ここに行ってみましょう。で、こういう風にですね、ビジネスとパーソナルって2つあるんですけど、多分皆さんがビジネスのアカウントを作ってない場合は、ほとんどはパーソナルの方に行くと思います。はい。それでですね、もしさっき作ったばっかりでしたら、一番上に作りかけの、この Google フォームがあると思いますので、これを開いてみます。はい、今これを開いてみました。ここにですね、さっき作った2つの問題があるわけですね。で、この下に、写真を挿入したいので、ここに、いろいろ追加したいのは、ここから入れるんですけど、はい、今は画像追加ですね。画像追加なので、ここに入れます。はい。ところがですね、実はまだ、追加したい画像が、準備してないわけですね。なので、ちょっとですね、新しく、Pixabay からまたちょっとダウンロードしてみたいと思います。はい。Pixabay はこういう、URL ですね。はい。Pixabay は、パブリックドメインの画像ばっかり集めているので、無料で、無断で使うこともできます。はい。寄付もできます。今ですね、オーストラリアの火災が非常に深刻な状況になっているので、こんな風にですね、オーストラリアの火災を、その絵に関する写真をですね、トップ画面にいっぱい来てます。まあ、これでもいいんですけど、これコアラですよね。ちょっと、まあ、あ、間違っちゃった。ここでは、検索を一応してからやってみたいと思います。はい。それでですね、まあ、可愛いので、このに、これを入れてみたいと思いますね。はい。はい。で、ここの右側の無料ダウンロード。はい。ここからサイズを選びます。まあ、大きいのはこれですけど、普通の、Google フォームでしたら一番小さいこれで十分だと思います。はい。これでダウンロードを押しますね。で、この作家に、寄付をしたい場合は、もちろんここから寄付すればいいと思います。はい。で今、ここに、ダウンロードフォルダーに、これが、この画像が、保存されたのがここでわかります。それでは先ほどの、Google フォームに戻って、この画像を、選んでみたいと思いますね。はい。アップロードする画像を選択というところで、このダウンロードフォルダーの、はい、ここですね。すいません。実はさっき一回ダウンロードしたので、ここにあります。はい。まあ、同じ写真なんですけど、これでオープン。はい。で、今アップロードしていますね。はい。で、ここに、こんな風に、はい。コアラの、画像が挿入されました。で、画像のタイトルとして、この写真を見てくださいぐらい入れておきましょうね。この写真を見てください。はい。それで、この下に一つまた問題を入れたいと思います。これは、今度は質問なので、これですね。はい、質問。はい。じゃあ、ここではですね、この動物が住んでいる国とあまり関係がない国、映画は、というふうに、入れてみましょう。はい。じゃあ、選択肢1は、マッドマックス。はい。まあ、オーストラリア映画といえばマッドマックスですよね。あと、クロコダイルダンディ。はい。ここかな。で、最後に、アベンジャーズぐらいにしましょうかね。はい。はい。これで3つ、作りました。で、回答集を作成で、もう一回、アベンジャーズはあんまりオーストラリアに関係ないですよね。なので、これで完了にしておきましょう。はい。で、
これで一つ、画像の、画像を埋め込んだ、Google フォームの自動採点付きの Google フォームが入ったわけです。はい。で、今度はビデオを挿入してみましょう。ビデオを挿入する場合は、これですね。動画を追加。Google フォームの場合は、やっぱり Google なので、YouTube、同じ会社が経営しているので、やっぱり YouTube の動画を挿入できるようになっています。で、ここではですね、さっきの、僕が作ったばっかりのこの動画ですね。これの URL を、コピーして、コピー。はい。あ、こちらがあった。はい。ここの、まあ、検索することもできるんですけど、まあ、この場合は URL を、ここにペーストしましょう。はい。で、そうするとこういうふうに出てきますので、これで問題なければ、これを挿入します。はい。はい、じゃあ以下の動画を見てくださいにしましょう。この動画。この動画を見てください。はい。これは見るだけなんですよね。じゃあその次に質問をまた入れたいと思います。質問を追加。はい。今度はですね、この動画を見ないと答えられないような質問。はい。じゃあこの動画、そうですね。うん、この動画で、村上が出題していない、映画は何ですか？あれ？なんかちょっと待ってくださいね。均等メモリーになっちゃいました。はい。ここ、均等メモリーだと良くないので、なんか触っちゃったのかな。ラジオボタンにしておきたいと思います。はい。そうですね。スターウォーズ。ハリーポッター。それから、レイダースについても言いましたよね。はい、ハリーポッターについては話していませんでしたね。はい。で、ここで、また回答集を作成をポチッと押して、これハリーポッターを、はい、これでハリーポッターが正解になりました。で、そうですね、まあ1点ぐらい。でも動画を見るのが大変だから、まあ3点とかしておきましょうかね。はい。で、これで、まあ完成です。はい、ちょっと待って。まあ一応見てみましょう。あ、一番最初に、そうですね。はい。まあいいや。はい。まず最初に写真があって、写真に対する質問があって、動画があって、動画に対する質問があって、これ見たら、そうですね。これ見たらこの動画の答え分かっちゃいますけど、まあいいや。まあここはあくまでも例ですからね。はい。で、これでですね、もうこれで、保存とかはしなくても、これでも、自動的に保存されています。ですので、さっきの、ここのですね、僕の Google サイトのところに今戻ってきたところですね。で、今ここでは、別の回答を送信でもう一回、ちょっと待って、ここでも、これでもいいです。もう一回出ること、表示することができますが、ここでは再表示、リロード、this page を押してみましょう。はい。そうするとですね、こんな風に、レッスンズのこの、Google サイトの中に、さっき僕が、挿入した、写真に対する質問。ちょっと一応これ答えてみましょうかね。あまり関係がない。一応最初正しく答えて。はい。この動画で村上が出題してない映画。これをじゃあ、スターウォーズと間違えて答えて。ハリソン・フォードと、これは正しく答えてみましょう。はい。はい。で、これで送信をしてみると、で、スコアを表示ですね。はい、11分の8点という結果が出ています。はい、ここではアベンジャーズが正しいになっていますね。はい、この動画を見て、出題していないのはハリーポッターでしたよね。なので、スターウォーズだと×。はい、次の2つは正しいと。こういう状態になっています。はい、ここまでです。ちょっと長くなっちゃいまして、すいませんでした。これで、終わりです。また、火曜日に、ズームでお会いできることを楽しみにしています。失礼します。